皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのみーです。えー、ということでですね、いつものごとくちょっと赤ちゃん置いたら泣いちゃうのでね、あの抱っこしながらあのお話ししていきたいと思うんですけども、あと今バランスボールに、ね、こうやって乗ってる、ゆらゆらしてるので、画面見ると多分酔っちゃうかもしれないのでね、あの、ラジオ代わりで聞いてもらえればなと思います。赤ちゃん寝てるのでね、いびきがすごいんですけど、ちょっと私の声大きめで、 お話ししていいいきたいと思いますちょうどですね産後もう1ヶ月半もう過ぎたところかなでもう少しで産後2ヶ月、えー、経ちます赤ちゃんは生後2ヶ月になるところですね。はいで 今日はちょっと産後うつの話をしてみたいと思うんですけどもやっぱりうつっていうと私も産後うつっていうワードはすごいあのよく耳にしていたのでうつ病とかに実際自分がなる前にあ産後うつっていうのがあるんだなぐらいは思ってたんですよね。で 実際私はどうかというともともとうつの薬パニック症の薬を飲んでいるのでその薬が、ね、予防的な効果を発揮してくれているみたいなのであの特に産後精神的な大きな不調っていうのはあのないんですよ、今のところ。ただ、実際自分がこう産後を経験してみてあこれはうつになるなっていうのを実際感じていることもたくさんあるんですよ。でこのの後もも実際、ね、自分がどううななるかかっていうのも分からないらし そうなのでちょっと私のこう実体験をもとに産後うつについていろいろ話をしてみたいと思うんですけどもまずと産後うつっていうのは単純に赤ちゃんがこう生まれて忙しくなって大変だからうつになるっていうわけじゃないんですよね。それだけじゃなくてて妊娠中からホルモンンバランスっていうのが あのこう大きく変わるんですよね妊娠中もホルモンバランスで大きく変わってくるし出産した後もあのもいっぱい出てたなんか女性ホルモンが急激になくなるとかすごいね大きなホルモンの変化が起こるんですでそのホルモンの変化が産後うつを引き起こす要因の一つになるっていうふうに言われてますえっと で,でなんかセロトニンが一気にねこう失われるというかなくなっちゃうらしいんですよねあの出産した直後に。でそうするとやっぱり精神の不調が起こるってていいう,うに言われています。あとはまあ産後、まあ、普通にねあの大変なお産があるっていうことであの出血もあるしまあ だろう痛みももちろんものすごいしそういう、うん、と疲れとか衝撃とか体への負傷っていうのも大きい交通事故1ヶ月全治1ヶ月のね交通事故に値するってぐらい言われてるぐらい出産っていうのは本当に命がけなので、まあ、そういう出産をするっていうことでホルモンの変化以外にも体のね負傷っていうのが大きいんですね。で実際私も まあ私は軽い方だと思うんですけど、やっぱり節々痛いし、あの赤ちゃんをね産む時にこうみんなうんって生きるんですね。そうするともうあのエ切開って言ってあの切開するわけですよ。貯金って切られるんですよ。で、そこを縫われたりとか効いてるだけで痛いと思うんですけど、そのね。痛み。 はい、その後もう351ヶ月椅子に座れないみたいなそういう痛みをママさんたちは経験するんですけどもちろんそれだけじゃないですよね連日の睡眠不足とかもあるしあの体中とにかく痛くなりますね今こうやって私もあのなかなか腱鞘炎がね良くなったり悪くなったりでねこうやって腱鞘炎になる人も多いしあの腰もバキバキになって歩けなくなる人もいるみたいですね。私なんか膝が痛くってあの立っったり座ったり っていうのが床に立ったり座ったりってはできないんですよねとかとにかく全身が本当にボロボロもう交通事故にあったっていう感じになりますねでそういうところから来る不調もあるしあとやっぱ睡眠不足がママさんたちの中で一番多いのかなと思いますね とにかく赤ちゃんが生まれたらあの昼夜関係ないのでミルクだろうと授乳だろうと夜中もあのこまめに起きて授乳しなきゃいけないしよく3時間ごとに夜中も起きて、えー、おっぱいあげますみたいに言われてるんですけどそんなね赤ちゃんは機会じゃないので3時間ごとなんてそれはねめちゃくちゃ理想的で本当にひどいと30分起きとか1時間起きとかに泣いて起きて授乳してとかずっとそういう感じだったので まあ、単純に睡眠不足になりますで出産した後の1週間ぐらい、まあ、病院にね入院してたりするんですけど私は4日間で退院しちゃったんですけどもその間もまあ,あ1日の睡眠時間3時間とかでしたね、うん、夜中に1時間ずつ寝てあとはずっと起きててっていう結構過酷な状態になります大体多くのママさんこんな感じだと思うんですよでそういう連日の睡眠不足も重なると であとはやっぱりこの赤ちゃんを育てていくっていう責任感とか不安感とかで悩む方もいると思うし、うん、あとねおっぱいあげてる人なんかはもう乳首が切れてめっちゃ痛かったりするんですよそれもねすごいストレスで、えー、そう乳首が痛い切れて痛い血が出て痛いとかそういうもう座れる時も最初なんかめちゃくちゃ痛いのでその毎回その痛みと戦って。 とかもう数え始めたらキリがないぐらい出産した後っていうのが本当にね精神不調を引き起こす要因が大量にあるわけですよね。 で、えー、入院している時はまだ助産師さんとかがいるから赤ちゃんに預けたりとかできるんですけど退院したらもう赤ちゃんとずっと一緒にいる状態でお世話をするんですけどもあのこれがねやっぱ里帰りできる人と里帰りできずにワンオペになるお母さんとでまた負担感がね大きく異なってきます。 でうん、と産後里帰りしたり私は旦那さんの実家にね1ヶ月以上お世話になっててでもう今あの自分たちの家に戻ってきたんですけどもやっぱりね実家とかその自分の親とか義理の両親とか頼れるともう全然やっぱり負担が違くってその産後そのボロボロの体の状態でワンオペの人なんかは家事もやんなきゃいけない赤ちゃんもやの面倒も見なきゃいけない。 で、自分のことも、あの、やる時間ないので、自分のそのお風呂入ったりとか、え、ご飯作ったりとか、食べたりっていう時間とかも本当になくなるので、それがね、ワンオペになったりする人なんかも、確実に精神がね、まあ、おかしくなっていくだろうなっていうのは私も感じてます。こう、私自身は旦那さんも、あの、家に帰ってきたら育児もしっかりやってくれるし、まあ、その、えー、旦那さんの実家にいた時も。 うんとお母さんの助けがお父さんお母さんの助けもすごくあって家事は全然やらなくて済んだんですけどそれでもね結構やっぱり最初慣れるまでではすごい大変でしたね、うん、その夜中に何回も起きて赤ちゃん寝不足の体で赤ちゃんに授乳してで昼も眠くて眠くてだけど寝れなくてみたいなそれだけでも本当に大変だし。 まあ、あと歩,く歩くことすら全然最初できないですからねもう体中痛いのでまず家を移動するっていうのもすごい大変だしそうそうであとはね、うん、と夕方ぐらいになってくるとなんかだんだんやっぱ暗くなってくるじゃないですかそうするとね結構不安感とか恐怖心とかうわどうしようっていうのが襲ってくることもあるし赤ちゃんと二人きりになるっていうのが怖いっていう。 風になる方もすごい多いと思う多いって聞くんですけど本当にそうで何かあったらどうしようとか何かこう、うん、一気に不安感とか恐怖心ってね襲ってきたりするものなんですねそれはやっぱりその産後セロトニンがあのかなり低下した状態になると言われてるしあ,んとあと産後1ヶ月はお母さんも体を動かせないあんまり動かせないってのもあるんだけど赤ちゃんもあんまり外に連れていくってできないので。あの 太陽を、ね、浴びれないんですねそうだから散歩もできない太陽も浴びれないってなるとセロトニンがただでさえセロトニンがガーッて減少している中でセロトニンを出す活動っていうのができないのでますます鬱っぽくなるんですね。それれ結結構構私は大き大きいいい、ね、ななと思ま太陽を浴びのでうんすかベランダで太陽の光でも浴びればいいじゃんとかって思うと思うんですけど。 育児をしててそこままででの、ね、余裕が本当になないいいと思すすねないです全然で、まあ、私もあの頑張ってちょっと外出たりとか網戸、まあ、にして太陽の日をちょっと浴びるようにとか心がけてたけど本当にあの一日中忙しすぎてこうあっという間に一日終わってしまうので太陽を浴びる余裕ってのが、ね、ないっていうのが現実かなと思いましたね。 今はね何度か時間作ってあのお散歩行ったりしてるんですけどんそれは、まあ、本当に私も体の回復が、うん、と割といい感じに回復していったのでできるようになったけどそれがうまく回復しない方なんかなかなか散歩だって行けないし大変です赤ちゃんを散歩に連れていくっていうのも,もう本当に大仕事なのでその太陽の光を浴びれないっていうのは結構大きいのとあとは産後あんまり食べれなくなるっていう人もなんか いいるって聞いたんですけど私は逆に食欲がねすごく湧いたのでよかったですけどもやっぱり、うん、と体のその機能を作ってるのは食べ物なので、うんうん、とセロトニンとか、うん、と体にねで作るには、うん、とトリプトファンを含む食,、うん、と食べ物でお肉とか、うん、とご飯、穀類とか魚とかバランスよく食べないとセロトニンってできないんですよね。うん で体の機能を作るための重要な食事っていうのも、うん、とできなくなっちゃうお母さんもやっぱりいるわけですよね。そうで例えば忙しいからお菓子で済ませちゃうとか食あパン菓子パンとかで済ませちゃうとかカップ麺で済ませちゃうっていう人なんかはやっぱりますます体の状態は悪くなるしセロトニンどんどんなくなって鬱っぽくなるっていうのももちろんそりゃそうだよなっていうふうに思います。で 決してそのワンオペだから、うん、鬱になるとは限らないですよね。そういう実家の助けがあったとしても、精神的にきつくなっちゃう人だって絶対いるし、あとね、赤ちゃんのね、育てやすい赤ちゃん、育てにくい赤ちゃんがいるっていうのよく聞くんですけども、夜中に本当に寝てくれないとか、こうやってね、あの、抱っこ紐に入れてぐ、ぐーぐー寝てるくれるのはまだいい方かなと思ってて、もう、それすらできない。うん。 ずっと泣きっぱなしって赤ちゃんもいるみたいだしおっぱいを飲んでくれない赤ちゃんもいるしその育てやすい赤ちゃんだったらまだメンタル保ててると思うんですけど育てにくい赤ちゃんの場合はやっぱり実家の助けがあったとしてもかなり精神的にきつくなってくる可能性もあると思います。で 実際今の生活は旦那さんと私2人の生活に戻ったのがすごいいびき <laughs> うるさくないかなすごいいびきですけどもねいっちょ前にね,ね今はねあの旦那さんと私のせ2人の生活に赤ちゃんが加わったっていうところで今私はどういう生活してるかっていうと、えっとまあ、朝赤ちゃんと一緒に起きると。 で、朝ごはんは本当に簡単。プロテインとバナナとか食パンとかをあの食べながら授乳してますね。で、時間があれば食器洗ったりするんですけど、もうそういう時は赤ちゃんが寝てる隙に食器洗うこともあるし、もうどうしても泣いててダメっていう時はもうベッドにちょっとね、数分間我慢しててねーって赤ちゃんを置いて食器洗ったりとかして、あと洗濯はもう毎日しないともうなん全部汚れるのでね、あの ミルクを吐いちゃったりとかおむつがちょっと漏れて汚れちゃったりとか汗をかいたりとかで洗濯は毎日毎日回,さ回して干さなきゃいけないしで、まあ、部屋の掃除はあんまりや,らやれてないですけどあとはあのご飯作りかなと旦那さんと私の分と,、うん、とご飯夜ご飯をねまとめて作って、えー、お昼にも食べてるっていう感じなのでご飯作りですね。 もうあとは赤ちゃんをお風呂に入れるとかもうそれでやってたらもう一日終わるっていう感じで、うん、あとまあそこに余裕がある時は朝お散歩に一緒に行くっていう感じですけども、うん、それでねもうカツカツギリギリで回しててで 最初旦那さんが、ね、定時で帰ってきてたんですけど今すごく忙しい職場に変わっちゃって夜も8時ぐらいに帰ってくるので結局赤ちゃんとほとんど2人で、えー、もう家のことばってやりながら過ごしてっていう感じなんですけどやっぱり最初の1週間は誰とも話すことができなくて気が狂いそうになりましたね。 でもちろんその赤ちゃんは可愛いから可愛いなんだけども大人となんか話して発散する機会がないと本当になんかこうかなり心がきつくなってくる不安になってきたりあやばいなーってなってきたりっていう感じなのでやっぱ産後この1ヶ月が特に大変とは言いますけども1ヶ月だけじゃなくそこからす。 ねえー、旦那さんと赤ちゃんと3人の生活っていうのもそれはそれでもちろん大変だし旦那さんの助けを得られないママとかはもっともっと大変だろうし常に産後うつとはね常に隣り合わせだなってなので産後一ヶ月過ぎたから安心ではなくって私もいつなってもおかしくないなっていうふうに思ってね日々過ごしています。ただと心がけててることとしては もう本当にねちょっとでもねあっ嫌だな良くないなこれやばいなとかって思ったらもう周りにすぐあの愚痴を吐いたりとか助けを求めるようになったことですねこれが昔の私ではできなかったことなんですけどもう今はあの義理のお母さんと結構仲良くなってでうち実家は遠いので本当にあの義母を頼るしかないんですけどもうちょっと不安なこと心配なことをもすぐ義母に連絡して助けに来てもらうようにしてます。 であの知り合いとか親戚とかとも、うん、とやり取りをして不安なことがあったらあの話したりちょっと。えー 義理の家の実家に集まって、ちょっと話をしてみたりとかして、とにかくね、人を頼る、人に話す、人の助けをどん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 借りるっていうのを今すごく大事にしているところで、本当にその私のメンタルもなんとかこう持ちこたえてくれてるのは、そのおかげかなというふうに思ってます。こう、赤ちゃんを産む、産んで育てるってすごく幸せなことで、本当に私も毎日幸せ、幸せって感じてるんだけど、それと恐怖心や不安感や、どうしようっていう。 状が隣り合わせなんですよ。これね多分出産した方はなんか共感してくれるんじゃないかなと思うんですけどもこう不安と幸せがね常にこうぴったりくっついてあの自分の頭の中にいるみたいな感覚なんですよねすごく不思議なんですけど。 ただ、うんと、あとはお薬を飲んでるっていうのも大きいですね、えっと。お薬はレメロンとレクサプロね半錠ずつ飲んでたんですけどやっぱりこっちの、あのー、暮らしに戻ってきていろいろ大変だったので1錠ずつにね、えー、自分で調整して増やしましたね。その薬の効果もすごく大きくってやっぱりねうつの,の薬をずっと飲んでるのでセロトニンが多分普通の人よりもなくなってもうつの薬ってセロトニンを増やす薬飲んでるので。 そこでね産後うつはねかなり防げてるんだと思うんですねこう薬飲まなかったらちょっとかなりやばかったと思いますねなので、まあ、私個人の感覚で言ったら元から治療してるのであれば薬も体に合うんだったら我慢せずに飲むっていうのもあの大事かなともちろん主治医とね相談しなきゃいけないですけども私の中では抗うつ薬は本当にもう あの大きな助けにななってるなかったら本当にやばかったと思いますし今こうやって育児をね元気に楽しくできているのも抗うつ薬飲んでるおかげだっていうふうに思うので薬はは我慢しないいっていう,ふうに自分では決めてますもちろん赤ちゃんの、ね、様子を見ながらですけどもやっぱり今んとこ、ね、薬を飲んでてもあの本当に問題なくどん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 元気に大きく成長していてよく寝るしよく泣くしよく飲むしすごい元気なので今のと と,ところは大丈夫かな？っていう感じで、お薬も飲んでいますね。 なので、前の動画でも話したんですけども、う産後鬱つって、もともと精神疾患持ってる人になりやすいとか、危険性がありますとか、注意が必要ですってよく言われてるんですけど、私の感覚で言うと、精神疾患もともとね、持ってて、自分の、えー、症状とか傾向がよくわかっているっていうのは強みなんですよ。自分はこういう、ね、完璧主義なところがあるとか、うん うんと頑張りすぎちゃうところがあるとか一人で抱える癖があるとかなんか分かっていればその対策を取れるわけですよね。で育児も完璧になろうとすればね延々と完璧にな,なっちゃうんです。ミミルクの量何ミリ飲んだとか赤ちゃんの体重が1日何十グラム増加してとかそういうのね多分やり始めるとキリがないんですね。ただもともと自分がそういう癖があるっていうのが分かっていればあ今ちょっと自分完璧主義になってるからここは肩の力を抜いてやいと やらないとなっていう風に自分を客観的に見れるっていうこう力が身についてるとうまくその神経質になりすぎないように自分を調整することができるんですね。それはこう精神疾患っていうことをちゃんと勉強して自分の傾向対策というのはしっかり分かってるとうまくできると思うんですよ。なのであとまあ自分の体に合うお薬を持って飲んでいるっていうのも大きなメリットですし。 うんとそもそもあの精神科にかかっているんであればかかりつけの精神科があるってこともいいことなんですよ。これが産後初めてうつになっちゃってってなったらそっ から病院探すの大変だしそっから薬をね合う薬探すのだって大変だしものすごい大変です産後初めてうつになる方がよっぽど大変だと思うんですねなので今もしうつパニックとか持ってて妊娠考えてるっていう方がいればそれは私はラッキーだと思った方がいいと思っててそれやっぱりうつパニック発症するってことはあの出産を する前に発症した方であればもし仮に発症してなかったとしても多分ね産後ね発症してたと思います私ももし自分が出産前に、えー、発症してなかったとしたら多分赤ちゃん産んだ時にきっと。 となってたと思うんですね。でも、赤ちゃんを産んでから精神疾患になると本当に大変だと思うし、心と体が機能しない状態で赤ちゃんを育てるって本当に辛いことなので、今病気を持ってるっていう方はラッキーだと。そこで一生懸命自分の体と向き合ってるわけなので、そこの うんと赤ちゃんを産むまでの間に自分のこういう傾向があるんだよねこうなっちゃう癖があるんだよねでじゃあこういうお薬を飲んでこういう時はこういうふうに対処しようっていうのを身につけておいておけば産んだ後すすごく、うん、とそれが助けになるはずですね、うん、だから私も今は赤ちゃんのねあの夜寝ない時に不安だなとかいろいろありますけど。自分が精神をあの壊して えー、でどういうふうに立ち直ってきたかっていうのが自分の中にしっかりあるのでまあでも薬飲んでこのぐらい寝れば治るかとかこのぐらい休みを取ってくればいいかとかじゃあ今日は無理しないでこのぐらいのね加減で休んでおこうとか大体そういうのが自分で分かってるので、うん、これを経験しておいたのが良かったことだったなっていうふうに思うのでその精神疾患っていうのはマイナスに捉えるのではなくそれはポジティブに、えー、そう。 そののメリットなのかなかっていいううふうに私は思いますねでやっぱ産後に初めてうつになったよって方もいると思うんですけどとにかくね我慢しないでもうすぐ病院行った方がいいこれはまあ出産とかも関係なく病気を発症したらすぐ病院かかった方がいいと、うん、早期治療っていうのはすごい大事だよっていうのはそうなんですけど出産をしたままであっても同じように うん早く治療してあの自分に合う薬を見つけたりしてねで育児って休みがないのでうつとかパニック障害ってとりあえず休養取れば治りますよみたいに言われてるんだけど出産した後のママに休養なんて言葉ないからね。そうあの 休むことなんてできないので出産した後にどう,ど,うどうするんだろうって私も思うんですよ産後鬱になったままに休みましょうって休む暇ないからそれは無理な話だなと思うんですけど、まあ、なので早めに病院かかって合う薬を見つけるで薬が効いてきたらだいぶ日常生活ってよく楽になってくるのであの薬を、まあ、授乳中飲める薬とかもあると思うのでお医者さんと探したりして我慢をしないと。で あの産後ケア事業とかもあるしヘルパーさんもいるし周りをどんどん、えっと、国の制度を使ったり周りをとにかく頼るともうずうずうしいぐらいに、ま、周りをね頼っていいと思います。 ば、まあばジージーバーバのね助けを借りれる方は是非たすあの助けてもらった方がいいと思うんですけど私も最初迷惑かなって思ってね遠慮してたんですけどなんかねばあばババにねあの赤ちゃんをちょっとあのお世話をお願いしたりとか今すごいやってるんですけど嬉しそうなんですよねじいじばあばもこうやってヘルプをね求めてくれるとね嬉しいみたいで孫の顔も見れるしなんかあの。 逆に「ありがとう」ってよく言われてるんですけどそういうふうに頼られる人たちも嬉しかったりするってこともあるので一人でで抱えなないいいいどどどどん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 頼れる先をね増ややしていってやってっっくのが大事かなと思いますい私もねあのこの先もまたどうなるか分かんないですけどもあの頑張りすぎずに肩の力を抜きながら育児をね楽しんでやっていきたいなというふうに思います。はい ずっと寝てますね赤ちゃん、ね、<laughs> はいそんな感じで聞いてくれてありがとうございました。ではまたね。